そう今日ね、言いたかったことがあります。皆さん。えー、っと、おのよハーゴスプンまでいうっすよ。言いたかったことちょっと言います。あのちょっとテンション上げていきます。今ですね、あの、日本の、日本のどっかに、<laughs> 場所がどこだっけな、表参道でしたっけあの、ペンタゴンのカフェやってるんですよ、今。そう、大阪と表参道にもやってるんだな。そうだ、そっかそっか。えー、っと、 日本のどっかじゃないですよ。あの、表参道、東京の表参道と、えー、大阪の、大阪はどこですか大阪はどこですかなんか、韓国へとペンタゴンカフェへへへっすめちょった。あじゃあ、違うまれぼういっすみだよ、よろぶん。ね。じゃあ、じゃあの、のナルトうあ、ん、じゃあ、じ そのものをありがたいんですけど、ナンバーですね。えー、っと、そう。えっ、ー、と、あの、今、これユニバースじゃない方も多分いると思うんですよ。決めつけね。あの、<laughs> ユニバースじゃない方もちょっと聞いてほしいな。あの、今、ふざけないでね、みんな、ちょっとあの、コメント欄であの、自分を自己 PR するのはちょっと待ってください。あとで、あとで十分時間を渡すので、あの、今ですね、 東京の表参道と大阪の難波でですね、ペンタゴンのカフェをやってるそうです。はい、拍手はい、拍手が聞こえました。えー、そうですね。なんと、なんとなんとですよ。グッズが、グッズがちょっとあってね、これちょっと可愛いんだけど、ペンタゴン、あちょっとハマってきたなって人はぜひ行ってほしいです。コロナで、あの、 そうですねあなかなか外出れないのも十分承知ですけどあのそうですねマスクして時間がある方はですねあの消毒もして、えー、なんと行くと、ですねあの K を使うとなんかなホームショッピングしてるよみたいになっちゃうからタメ口で行きますけど行きますけどタメ <laughs> 口で行きますけどあの こういういねコースターっていうのこれなんですかあはい、ユートだって感じです、はいはい。決めつけてるな。ユートです。通りすぎるユートです。ユ、はいえートが、ユートがじゃねえわ。えっ、ー、と、コースター、そう。コースターとか、これね、めっちゃいいんですよ。ちょっと見て。 今机がないから手で表現するね <laughs>。まあこれもあの全然正しくはないんですけどこれちょっと自分使ってるんですけど今例えばこうやってやる「悠、は、人、い、を踏み台にする」って感じです、はい。足立の上にコーヒーって感じです。で開けると「足立だ」ってなりますね。 っていうのもありつつ… <laughs> ごめんね今机がないんだわなそう水ついても大丈夫な感じのやつですはい最後感じのやつですそう締めましたけど、はい、全然踏み台にしても足立を踏み台にしてもそう踏み台から飛び出せば足立なんで 全然、そうそうそう。これね、メンバーごとにあるんですよ。もちろん、富士君もありますし、うん。だから、ぜひ行ってですね、これを。そう。もったいなくて絶対使えないわ、今絶賛携帯おったよ、本当に。絶賛携帯お落ち中でした。 どこに置けばいいのあの、まあ、机じゃないですかねあの。会社で仕事してる方はディスクの,あのマウスの上らへんとかで自宅で今勤務してますって方はちょっとペンタコン会いたいなと思ったらまあ。 自分の推しをですね。自分の推しっていうんですか皆さん、好きなアイドルの方を、あの、欲しいなって方は、そう,こういうの終わったら、もうすぐ近くで一緒に仕事してるって感じで。というのもありつつ、次に、これね、アクリルスタンドってやつなんですけど、うそくね、うそく、うそぎあげてよ。 こういうのももらえちゃうらしいです。え匂いめっちゃ。鼻鼻詰まってるからかんないけど、うん。で、まあこういう感じのやつよ。こういう感じのやつ。今遅くです。遅くが通ります。すんごいコメント欄しか見えてないけど。 まあまあ、うそのやつをですね、これ取れるんですよ。これ取ってちょっと怖いな。俺、こういうの、大型出るわ。ちょっと待って。取りますね。<laughs> 取るよ。あ、取った。OK。まあ、スモールライトで小さくしたらうですけど、こういうやつと、あと2つついてる。 いやもう手の添え方がユーチューバーって。y o u t u b やってるからね、ペンダゴンも。登録者数140超えですよ。140万人超えですよ。プラモデル好きだよって方はもう自分で工夫して、まあ、手で取ればいいだけなんですけど、虫取ればいいだけなんですけど、ここに嘘クって書いてあります。嘘く。私の推しの嘘くです。で、このコーヒーを、 コーヒーペンタゴンって書いてあります。これはね、行った方しかもらえないんだよ。それが残念。で、この嘘くを刺す、ぶっ刺す。そしたら完成いい。で、さっきの足立のやつを、足立のやつと一緒に、まあ、手ですみませんね。これを机だと考えてください。まあ、こんな感じですよ。足立を踏み台に嘘くが見えるっていう。 めっちゃ手震えてるけど残念。そう。こういうのがもらえるんだって。カフェで。俺は知らなかった。ユニバースさんが教えてくれました。コーヒーではなくカフェですね。そう,そうそうそう。カフェって書いてあった。そうそう。コーヒーって書いてあたのかなと思った。 そうでも足,立も足立のやつもねちょっと作るかこれねここに置いとくかもうんかいるぞと思ったらうそくだと思ってくださいちっちゃあまあまあまあ次は足立のやつですハートをしてます普段こういう形のハートをやらないですけど 普通に手で取れたわそうそうそう変えないの今嘘でしょ多分、ね、行けば買えると思うんですよでカフェって書いてあるやつで下に「ユート」って書いてあります足立が好きな方はこれマジックペンで消して上から足立って書いてください で、をむしで取ります。んこれはポケモンにあったしね。次の週のポケモンだーれだってやつまあまあまあいいや一人でこういう話はじゃあユートにユートを刺してでまたカフェを刺してでユートが落ちる こういう感じですねこういうい感じの、まあ、これをディスクディスクっていうか机だとしてまあ足立足立ダブル足立でコーヒーで取ったらまた足立って感じですはい使えた喋りすぎた本当に喋りすぎた今日でまあ不そくと一緒 こんな感じですね。はいはいはい。でコースターは別に飾りで使いたいよって方はまあまあこう後ろに後ろにこうこうやってもまあセンスの現れですわ <laughs> っていう感じです。自分表参道と 大阪、大阪どこでした難波難波でやってるらしいです。あの、ぜひですね、時間がある方は、行ってみてください。ペンダゴン、知ってるよって方いますかあのぜひ今、今、表参道と難波でやってるんで、行ってみてください。 友達とぜひ行くのもいいですしもちろんマスクもして消毒もして衛生を気をつけて行ってみてください。うん